はい、皆さんこんばんは。アニパフィールドスタッフ小町です。今日はですね、横浜のアイランドクルーズさんにボートメバル、このピンウィールを持って遊びに来ました。でね、ちょっと今日の天候を言うと、昼間にちょっと冷たい雨が降って、気温自体も一昨日から昨日今日で4度下がっちゃってるんで、ちょっとその辺が心配なんですけど、まあ、そこは船長の腕を信じて、まあ、今から沖に出たいと思いますんで、それでは行ってきます。船長、よろしくお願いします。メバル？メバルだ。うわ、いいじゃん。先にやられました。いいメバルだ。壁際タイトに入れるとだいぶ反応が出るみたいなんで、その辺のキャストコントロールっていう観点で、このチューブラのモデルはメリットがあるのかなと思います。食いましたね。今度はメバルだ。今度はメバルくん。えい、よかった。船長の言うことは聞くもんで、やっぱり上向かえたら一発でしょ。バッチリ20ちょっとかなのピンウィールの73チューブラーモデルですね。でちょっと風のあるコンディションで、なかなかキャストのコントロールが難しいんですけど、でそういう意味で、チューブラーのモデル使ってタイトに明暗部に入れたらガツッと食ったと、そんなイメージです。さあ、まだいけるかな。でスラックが、まあ、キャストした後にバーッと出てしまうと壁際に入れてるもんで、スラックが壁に引っかかったりっていうのもちょっと懸念されるので、その辺のコントロールはうまくフェザリングしてやってるんですけど、そこまでタイトに入れなくても食ってくれるといいんだけど、今のはただ巻きで食ってくれましたね。これもなかなかのサイズです。よいしょ、よいしょ、ナイススメバー。はい、キャストが決まると結構アクティブに食ってくれる印象で、この上顎がっつり買ってくれてるんで、釣り的にはなんか合ってる感じですね。ワームとちょっとロッドを変更してみようかなと。ちょっとボトムの方を狙ってるんで、まあ、あんま光が届いてないかなということで、これアピール系のカラーでいってみようかなと思います。はい、で今ずっとチューブラーのモデルでやってたんですけど、当たるけど乗らないみたいなことがあって、ロッドをソリッドティップに変更しました。よし、作戦成功です。チューブラーで弾くバイトも、ね、こうやってソリッドだとバッチリ乗ってくれるんで、今のちっちゃい当たりだったんですけど、こうやって連れてくれると。ボトムだと思ったらカサゴちゃんでした。うん、正体はこいつでしたね。やけにそこで当たるなとは思ったんですけど、メバルかなと思って、でもね、乗らなかったのをこうやってロッド変えて、ね、なんとか乗せることができました。
ゲストですね。ね、キワキワまで入れないと多分食ってこないと思うんで、なるべくタイトにタイトにキャストをコントロールしていこうと心がけて今アプローチしてます。でね、ソリッドティップだとその辺のコントロールがちょっとね難しいんですけど、チューブラみたいにビシッと振らないでゆったり投げてあげるとリグの重みでピューッと飛んでいくので、食ったかな、おいしくった、まあ、フォールで当たりましたね。グーッと入っていくようなイメージで、よいしょ、はい、メバルさんです。このピンウィールね、ソリッドティップでもかなり感度があるんで、今みたいにこのフロロの3ポンドとかいう細い糸使ってても、まあラインテンションをしっかりとねコントロールして、あの集中してるとバイトが取れます。すごくいい感度のいいロットですね。競争っすね、ラインに出ましたね今。ちょっとリグ変えてるとポイント失っちゃうんで、 1.5g のジグヘッドで競争をやってみます。あ、食った、レンジですね、レンジ合えばこうやって食ってくるんですね。あれ、よいしょ、おい、そこの方ね丁寧に探っててもなかなか当たりが出なかったんで、ロット立ててガーッと上の方を丁寧に丁寧に引いたらいいやつ出ました。まあリグを本当は今 1.5g のジグヘッド使っていて、それ 0.9 とかに変更したかったんですけど、まあスピードがねそんなうるさくない魚だったんで助かりましたね。 1.5g のジグヘッドのまんまロッド立てて引いてきたらバッチリ食い込んだ。もしかしたらソリッドのねメリットが出たかもしれないですね、今のスピードで食ってくると。ありがとうございます、はい、逃がします。今サイドでキャストしてるんですけど、でこういうアプローチするときってやっぱりチューブラーの方がリグをねバンと弾き出してくれるんで、すごくやりやすいですね。でゆっくりスピード落としてやれば乗るかな。スローにスローに、毎回毎回当たるほどイージーじゃないみたいですね。来た、しのった、今度はどうかな、シーバスだったりして、でもあーメバルっぽいな引きは。シーバスくんだー、え違うか、メバルだ、シーバスくんだって言っちゃった。だいぶギラッとしたんで、うわ今当たり小さいと思ったら取れちゃいましたね。シーバスだと思えばメバルですね。はい、やっといいサイズが出てくれましたね。ちょっと寒いからかな、丸まっちゃって、イエーイ、ピンビール73チューブラーですね。何回か弾くバイトがあったんで、スピード落としてなるべくスラックを入れるようにリトリーブしてきたらいいのが食ってくれました。あーよかった、この子に会いに来ました。シーバスじゃありません。いや
今ねようやくでかいのが食ってくれたんですけど、釣り方的にストラクチャーにボーンって入れて、スローにスローにラインスラックを取ってくるだけのようなリーリングでガーンと当たりが入るみたいな釣り方だったんですけど、その時にやっぱ大事になってくるのがこのリールの性能だと僕は思っていて、でこのオーシャンマークさんから出ている、ダブルハンドルっていうのがすごくこのノブの部分の作り込みがタイトに仕上がっていて、でここがノイズレスな、ね、あのフィーリングが得られるので、その巻きの、丁寧さ、丁寧に丁寧にやった時にその当たりが出たっていうのがロッドにも当然グッと重みがかかってくるんですけど、こっちの右手のリーディングしている方の、ハンドルからも伝わってくるっていう意味では、まあ、すごく、ちっちゃいバイトとか乗りにくい状況に関してはメリットがあるのかなと思って、でそういう意味ではすごく使いやすい、ね、リールですね。このリールとロッドのやっぱバランスっていうのがあって、すごく、いい仕上がりのタックルになってますね僕のは。はい、楽しいです、ね、簡単には食わないんですけどポールで当たった今度あんまサイズは大きくないですかね。カーブフォールですね。レンジとかスピードというよりはなるべくストラクチャーから離れたくないみたいな、今日はそんな気分なんでしょうね魚たちが。今のもスラックだけ取ってくるようなスローなスローなリトリーブで食ってくれました。これもサイズいいっすね。いいサイズです。イエーイ、よいしょ、はい、来ました。すごい引きました今多分ガンガン巻いて、最初そうだったんですけど巻いてしまうとバーンと弾いてしまうような当たりが出るんで、そこをなんとかねリトリーブでコントロールしやって、でティップからベリーにかけてこれねパワーがあるんで乗った後はすぐにかけたいっていうのがあるんで、まあ、チューブラを使ってるんですけど、まあ嬉しいピックですね。ありがとうございます。でやっぱキャストが手前になればなるほど当たる確率っていうのが減るみたいなんで、なるべく奥に入れてます。ちょっとアクションかけてあげると、あ、食ったね、食いましたね今のも奥でホールさせてなるべく移動距離を少なく取ってあげてっていう感じで当たってきました。もう完全にストラクチャーに依存してる魚みたいですね。あげまーす。あべべべ、うーし、ナイスサイズ、いいっすねOK ピール73チューブラー、バッチリバイトいただきました。なかなか普通に巻いてもストラクチャーからリグが離れてっちゃうだけなんで、そこを移動距離ごまかしながらアピールはさせて、なんとかなんとかラインスラックをコントロールして得たバイトですね。やっぱタックルの感度が悪いとその辺のバイト取れないと思うんですけど、今完全に感じ取ることできたんで、いい竿っすね来ました一級ポイント。俺でもなんかバイトがここいっぱい出るんですけど、なんかシーバスがばっかりな気がして、これはメバルだ。今のは普通に最初の巻きから食っちゃってくれましたね。来た、粘る、よいしょ、よいしょ、はい、このサイズまではポンポン出ますね、ありがたい。表層ただ引きでしたね、よいしょ。
でもやっぱりこの当たりの出方が小さいから、それをいかにして取っていくかっていうところが重要になってくると思うんですけど、かけましたね。今のもリトリーブ止めて、フォールでフォールで、わ、これシバスっぽいな、シバスっぽいな。そっちダメだ、そっちダメだ。うい、ちょっとねストラクチャーの際なんで、強引にやんないとダメかなっていう感じっすね。頭痛っ。バットからぶちまげちゃってますけど、なんとなく大丈夫かなっていう感じですね。ヒュイール本当バットが強いですね。こんだけかけちゃっても、火でちょっと救ってくれるか。テンションかけちゃっても全然不安な様子はないんで、はい。このサイズでもやれちゃいますもんね。よいしょ。このサイズでもしっかりやればね、このストラクチャー周りで勝負できるぐらいバットあるんで、僕はものすごいこのロッド信頼して今ファイトしてました。まあね、たくさんバイトが出るんで、まあ、その中からなんとか大きいのが釣れないかなということで、ちょっと右側のシェードに入れたいんで、だから入りました。でここでスラックを取って、まずはフォールでバイトが出ないか、で出ない、巻き始めます。巻き始めで、はい、乗り、あーっとちょっとリトリーブがね雑になると乗らないですね。あ、アクションかけてフォール入れたら乗りましたね。これも粘るか、いい粘るか、いい粘るだ、いい粘るだ、きたー。はい、ナイスワン。だいぶ釣ったからバイトが浅くなってるかもしれないですね。ちょっとガンガン釣って、さすがのメバルたちもバイトが浅くなってきたんで、チューブラからソリッドティップに変えてみます。でこのソリッドに変えて、今の当たりがどうなるのか、多分乗るだろうと思います。でキャストしてスラック取って5カウントで、こっからの巻き、合わせ方の問題みたいですね。しっかりグーッと食い込ませてあげれば、ソリッドのメリットを生かして、さっきチューブラで弾いてしまったやつもこうやって取れるということですね。チューブラでちょっとだいぶ釣ってパンパン弾くような、ショートバイトが出ちゃったんで、今ソリッドに変更して1投目でしっかり取れましたね。はまりました。すごい釣れますね。ダブルヒットダブルヒット、ダブルヒット、勝った。いやいや、こっちの方前ですオッケー。面白いね。面白いね。ありがたいです。